カスビノ・ブガンダ歴代国王の墓は、ウガンダのカンパラ県内にあるユネスコ世界遺産登録物件。19世紀後半以降のブガンダ王国の歴代国王4人が葬られている墓所を中心としている。この墓所はガンダ族にとっての伝統的な拠り所となっている。19世紀半ばにブガンダ王国の王であったムテサ一世は1882年に現在のウガンダの首都カンパラの北西 3km に位置するカスビの丘に木、レンガ、ヨシなどで造営されたかやぶき屋根の宮殿を建てた。2年後に彼が没すると宮殿はそのまま彼の墓所となった。彼の後を継いだムワンガ2世も20世紀初頭に没した後同じ場所に葬られた。これは初代キントゥカト以来ブガンダ王国では一人の王に一つの墓所があてがわれていたことからすると異例のことであった。その後を継いだダウディクワ2世も、その後を継いだブガンダ最後の王にしてウガンダ初代大統領ムテサ2世も、死後、やはりこの墓所に葬られた。この歴代の王たちの縁者も周辺に葬られている。2010年3月16日、火災で旧宮殿が焼失したことが判明した。原因は不明だが、政府による放火の可能性があると一部の住民が主張している。世界遺産の登録対象は、カスビの丘の頂上にある旧宮殿を中心とする約27ヘクタールで、丘の斜面の農業地域なども対象にはなっている。ただし、文化遺産としてのカテゴリーは単なるサイトであって、文化的景観にはカテゴライズされていない。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。旧宮殿の消失を受け、2010年の第34回世界遺産委員会で危機にさらされている世界遺産リストへの登録が行われた。ありがとうございます。